6651円。2×1 キュッパと 2×198 円。大根。534円です。熊本市東区の青果店フレッシュパーク、開店直後からにぎわっています。すごく安くて新鮮で助かってます。16個入ってるので198円。もう儲けがほとんどないみたいで心配します。大根も椎茸も破格の値段。レタスは1箱で200円ほど。今日はもう安い前なんで少ないです。多分 1トンあるかないかぐらい。店を営む森田圭一さんと妻の優香さんです。一日朝は商品、仕入れてきたものを出して、あとはもうひたすら補充と作る分です。減った分をどんどん補充していくって感じで。休み今は全然ないですか？ないです。昼ご飯食べる暇がないです。森田さん夫婦は去年大きな決断を迫られていました。不動産屋さんの方から家賃の相談がありますということで、今現在のやつの 3.5 倍ほどの金額の提示があったんで。森田さんは2001年から菊陽町で青果店を営んでいました。地域の常連客も増え、ずっとこの場所で店を続けると思っていました。しかし TSMC の進出で状況が一変。菊陽町では工場やマンション建設などで土地の需要が急激に高まりました。3月末に発表された地価公示価格を見ると、菊陽町の商業地は 30.8% の上昇で全国2位を記録。森田さんの店の賃貸料は 3.5 倍に上がったのです。その結果、今月いっぱいでちょっと閉店をするので、やむなく菊陽町の店を閉めることに。なんかもう僕の人生も終わるのかなって、なんかそう考えた時に、もうその半年後が自分のゴールのように見えてきて、お店をやっていく、その後どっか移転してやっていくとか、そういった気持ちっていうのは全くなくなりました。それでマンションができるとか、いやもうね、いつもここ来てたんですよ。残ってほしい。それはね、もうそれが一番。跡地にはマンションが建つことに。そんな中、手を差し伸べる人が現れました。常連客の一人で熊本市で温泉宿泊施設を経営する橋本俊夫さんです。移転じゃなくても廃業にはって僕もびっくりして、それでそれだったらちょっと考えないよ、うちに来ればって、ただそれだけです。いやもう大正解です。八百屋さんでこれだけね安くやっぱ頑張ってる、まあその根本的にやっぱ人間性だと思います。困った時はいつでも言ってきなさいとか、そういう感じになりますよね。まあとにかく人柄がいいですよ。お店長様は見てますから、ね、絶対。なんていうんですか、昭和の男気を感じますよね。お客さんの方からぜひね、場所を変えてでも継続してくださいとか、どっかで私ついていきますね、どっかでやってくださいとか、うちの土地ありますんで使ってくださいとか、いろんなそういったお客さんからですね、八百屋に対する要望が非常に大きかったんで、まあ、そこまで必要とされてるなら、僕も残りの人生を頑張ってみようかなとは思いました。閉店を知った他の客からの応援の手紙も森田さんの気持ちを後押しし、新たな場所でのスタートを決めました。店の広さは前の7分の1ほど。それでも野菜とかもすごい高くなってるんですけど、ここに来ると他のお店より安かったりするので、すごい助かってます。安いですよね。それは白縫いのですね、塩トマトを作ってらっしゃる前田農園さんって方のやつで、そのトマト自体も身が硬質で非常に美味しいです。糖度が高い。昔の店に私行ってたんですよ。あ、本当ですか。
で、でもなくなったって思ったら、なんかここにあって、あーって思って。ありがとうございます。今はちょっと自分でお客さんといろいろ話したりとかするから楽しいですね。これ美味しかったよとか、これ出てるけんこれ食べてみてとか結構言います。 TSMC の進出で生活に大きな影響を受けた森田さん夫婦、新しい場所での再会や変わりゆく菊陽町を見て感じることがあります。最初はですね、やっぱかなり来るものがありましたけど、もう今となっては逆にこっちに移転してきてよかったなって、いろんな人と出会ってこう再会できて逆によかったなっては思います。 TSMC が悪いとかは私全然思ってませんし、ただまああれが来たことによって、その元々いたね、その地域の方とか地域のコミュニティとかいろんなものがね、その失われていくとか、地域の方もね、その喜んでる方ばっかりじゃないみたいなんで、そういった話をよく聞くんで、まあ、その辺がどうなのかなというのはあります。